時刻は、夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスが797@fmginowan.com797@fmginowan.com までお願いします。YouTube でも同時に配信しております。YouTube から入っていただいて FM ギノワン日曜日の憂鬱で検索していただくと、視聴できますので、ご視聴を見逃した方はこちらから、お聞きくださればありがたいです。はい、はい、ということで6月第2週目もう梅雨、関東は梅雨入りしましたけど、しましたね。しました、はい。雨多いですね。多いし、結構気温も低くてですね。はいはいはい。低いですね。逆にちょっと寒いぐらいの感じですね。うんうん、本当ですね。ちなみに沖縄はもう梅雨明けを、がですね、やっぱり関東より早くて、はい、一応予想では6月21日前後っていうことが予想されてます。うん、早いですね、やっぱり。ちょうどあと1週間後ぐらいですかね。もうそしたら夏本番ですね。そうですね、沖縄は、沖縄はいいですね。行きたいですね。行きたいですね。はい、はい、じゃあまずお便りをちょっとご紹介します。はい、お願いします。はい、東京都練馬区の、ラジオネーム浅草の辛坊さんから。辛坊さん、はい。飲み物の話をしていましたが、今は肝臓をいたわっているので、アルコールは2日に1回、3日に1回、普段はノンアル愛用です。慣れると結構満足できます、だそうです。大事ですね。休肝日、休肝日大事ですね。はい、中間さん作ってますか、休肝日。休肝日はなんかこう中途半端にっていうのができないんで、もう飲まないんだったら飲まないって言って3日間我慢したら、それでそのまま行っちゃうことがあるのかなとは思ってるので、なんかあんまりあえて1週間に1回ここは休肝日っていうふうにはあんまり考えてないですね。あ、そうですね、私もそうですね、考えてないですね。なんか精神的にこうお酒を禁酒しようとかって考えると、うんうん、なんか結局その反動でダイエットのリバウンドみたいになんか余計に飲んじゃうっていう過去がやっぱあるので、あ、その精神的になんかこっからここまでは禁酒みたいな感じじゃなくて、なんかこう自然になんかこう何ですか、脳をうまくコントロールできて、もう飲まなくていいんだよっていう解放された感じに持っていきたいなとは思ってはいるんですけどね。はい、なかなかそれが決断できなくて。ありますよね、なんかね、はい、そうそう、本当にこうストレスがねないというか少ない状態だったら、こうちょうどいい量のお酒を欲しがったりとか食べ過ぎたりとかもしないし、なんでしょうけれどもね。そうですね、なんかやっぱり、うん、まあ、本当に脳をいかにして騙すかだとは思うんですよね。なんか本にも書いてありましたけど、はいはい、なんか結局そのアルコールを取るのって、その、うん、人ってなんかこう満足度って何かこうやり遂げたとか、そのなんか一生懸命やってもやり遂げた時に、結構それが達成できた時に満足感ってバーンってなんかほわっとしたような満足感ってあるじゃないですか。はいはい、例えば恋愛ですごい片思いですごいその好きな人がいて、うん、その人をうまくゲットしたとか、その時に出るその脳波っていうのと、アルコールを飲んでこうほろ酔いになった時の脳波が同じだそうなんですよ。お、なのでアルコールはそれを一瞬でその達成感を満たされるっていうか、
ああ。酒を飲むみたいなことを書いてあったんで、なんかわかりますね、感覚。だからなんかそれをうまくコントロールできれば、まあ多分ダイエットとかもそうだと思うんですよね、その、なんか違う満たされるっていうものをちゃんと用意しておけば、酒に走る必要もないし、食に必要以上に走る必要もないのかなっていう。それは思いますね。そのそう同なんですじよ。ね、そうですね。同じ快感得られる他のものを持ってればいいんですよね。もうそれ分かっていながらやっぱりやめられないんですよね、なかなか。なかなかやめられないですね。辛坊さんは偉いですね。偉いですね。でええー、うん。も本当、大事なことなんで、ちょっと体をいたわるっていう意味では、ちょっと休肝日も必要なのかなとは思いますけどね。思いますけどね。気をつけましょうね。気をつけましょう。はい。じゃあ、ここで一曲聴いていただきます。先週に引き続き、あいみょんにしましょうね。あいみょんで裸の心です。はい。では、またお便りを ご紹介します。先引き続いてですね、東京都武蔵野市のセイラさんからですね。セイラさん、ありがとうございます。本日の主張は、我が家は旦那と2人、娘宅でも主張しています。もう一人の娘は仕事で聞けずです。あいみょんのマリーゴールド、選曲抜群でした。嬉しい。あと、うちの旦那様は毎週海へ行っても金髪になりません。これ先週の話ですね。先週、海に行き続けると髪が金髪になっていくっていう話をしたんですけど、そのフィードバック。訳はお察しください。まあ、こういう髪がないっていうことなんでしょうかね。そうなんですかね。 で、あと、生命線と運命線ですが、左右の手で真逆でした。来週も楽しみにしてます。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ちゃんと内容聞いていってくださってる。そうですね。手相も拾ってもらってます。拾ってもらってますね。では、もう一件が、東京都中野区の、中野の SK2 さんから。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。梅雨の季節ですね。傘は折りたたみ派ですか、大きくて濡れない一本傘派ですか。大きい傘は雨には濡れないけど、雨が止んだら荷物なんですよね。今日は日傘兼雨傘っていうのもあるのも知ってますか。だそうです。まさにこれ女性だったら。まさにありますよね。すごい悩むところですよね。敦子さんは日傘差す派ですか。私、兼用の折りたたみを持ってる派ですね。基本的にじゃあ毎日、その暑い日は傘を持ってっていそうですね。ちょっう。と最近サボり気味もありますが、でもこの後そうですね、どんどん暑くなってると、一応いつも持って歩いてますね。あと突然雨降ってもいいし、なるほど。長い傘って電車乗るとき面倒なんですよそうですね。ね。だからなんかね、本当荷物になるし、折りたたみだったらね、カバンに入れられるので、そこがいいですよね。なんか女性はでもすごいですよね。その、なんか傘をちゃんと日傘って持っていくじゃないですか。まあでも基本男性もでも最近増えてきたんですよね、傘。ね、持ってる方もね、いらっしゃいますよね。ただなんかやっぱ男性ってやっぱり意識が低いのっていうのもあるのと、あと男性がなんか日傘持ってると、ちょっと何この人っていう雰囲気がちょっと前あったんですよ、なんとなく。そんな男が持ってみたいな、なんか。そっか。今はね。基本男性めんどくさがり屋の方が多分多いんで、ほぼ多分傘はまあ雨降ってれば持つけどみたいな。で、大体ビニール傘が多くて、そうですね。男性多いですね、ビニール傘ね。そうなんですよね。あんまりこだわらないってことですかね。こだわらないし、そうですね、なるだけ荷物を少なくしたいと思うのか、なんか女性の方が基本多いじゃないですか、いろいろ。ものが。男性ってそんなにいらないんで。なんかでもビニール傘持っ
ってる方ってこう降ったから今コンビニで買ったのかなとか思います。いや、でもその、降ったからコンビニで買ったっていうか、結構その蓄積が結構あって、なんか家にビニール傘っていっぱい溜まっていきますよね。溜まっていきますね。もうそのうち本当普通の傘は買わなくなって、もうビニール傘の方がなんか良かったりとか、あと最近おしゃれなビニール傘とかも結構出てくるとかしてますよね。ありますよね。確か。でもなんか、ね、外出先で雨降って、ビニール傘買うのも悔しい気もするんですよね。ああ、でもそうですね。それだったらもう折りたたみのっていそうう、折り感たたみ持ってればよかったってじ。なります。はい、SK2 さんお答えになってましたか？SK2 さんは、でも折りたたみ派ですか？大きくて濡れない一本傘派ですかっていうことなんですけどね。折りたたみ派です。折りたたみ派。ああ、そうですね。折りたたみ派ですよね、普通は。どうかわかんない。なんか折りたたみも最近、すごくコンパクトにまとめられるやつがあって、もう本当に入れつつもそんなに支障がないような、ちっちゃい、なんか、紙というか。ありますね。はい。まあちょっとね、これからの季節、傘の出番もあるでしょそうですね。うが。ねうん。え。はい。という感じで答えになってますかね。答えになってますか、SK2 さん。S さん。お便りありがとうございます。前もいただいてますよね。先週に引き続きですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一件。東京都の、新宿区の、ラブデースさんからです。久しぶりですね。お久しぶりです。日曜日の憂鬱な時間帯、女性シンガーの歌声で安らぎます。とうとうあいみょんの CD 初ポチりしちゃいました。ポチリに。今の時代に CD っていうのが年齢バレちゃいそうです。あ、そして水星逆行の話で、チという漫画を思い出しました。っていう漫画があるんですね。はい。ありますあります。普通の星はぐるぐる巡行するだけなのに、一部の星だけ逆行するのに、昔のおじさんたちが気づいていたそうです。時々戻るので、惑う星、惑星とされたそうです。おお、なるほど。で、チは、ちょっと怖いシーンもあるけど、手塚治虫漫画大賞受賞だそうです。おめでとうございます。長いから読まないですね。ごめんなさい。だそうです。長いけど読みましたよ。読みました、ね。なんかいろいろ言ってくださってましたね。ちなみに、このチっていう、漫画は、敦子さんは読まれたことは？私ね、一巻だけ読んでると思うんですよね。はいはい。中野さん読んだことあります？これはなんかテレビで結構その紹介されてた時に、結構お笑い芸人の方がかなり読んでる人が多くて、なんか気になっていたんですよ。おすすめする漫画みたいなのに上がってきますそようね。ですね。だからと思ってたんですけど、結局読んでないので、どういう話か分かんないけど、地球の話なのか、ちょっとそういう話なのかっていう感じなので、ま情さ報がに。ないですけど。なるほどですね。地動説の話なんですよね。ああ、はい。自動説。昔のね、ヨーロッパの、まだ地動説が信じられていなかった時に、いやいや、こっちの地面の方が動いてるんだよ。天が動いてるんじゃなくてっていうのをなるほ研ど、なる究しほど。た人たちのお話なんですけれども、なんせもう、地動説を言うこと自体がタブーみたいなことになってて、それを研究すると、まあね、魔女狩りみたいな感じですけれども、そういう方はちょっと怖い怖い怖い、処刑されちゃったりみたいな、そういうお話なんで、結構怖いシーンも多いんですよね。なるほど。あ、昔の話なんですね。昔の、地球が動くかどうか、動いてるか、空が動いてるのかっていうような。そうです、そうです。まだどちらかわからなかった。
時代のお話だよね。ちょうどなんかね、先週水星逆行のお話もしてたから、ここで連想して、ラブレスさん言ってくれてるんでしょちなうね。みに、でも水星は逆行してないですよね。逆行してるより見えるっていう。ね、惑ってる星なんですね。その時だけ 惑う星だったんですね。でもなんかその話から、やっぱり昔、本当にその見えない部分をちゃんとその、なんていうんですかね、ちゃんと想像して、そういうふうに訴えかける人ってすごいなって思いますよね。すごいですよね、確かに。それを信じて。で、今でいうまあ変人みたいな感じじゃないですか。なんかあいつも変な人が近寄るんじゃないみたいなイメージを、まあ、ずっと持ちながら、やっていったような感じですよね。そうですよね。そういう、本当、そのアインシュタインとかもそうですけど、すごいですね、本当に。いろいろ、そういう、今じゃ当たり前のことが当たり前じゃない時代に、当たり前だと言い続けて、結構拷問に遭いながら、それでも言い続けてみたいな人って。ねえ、そうですよね。それでもやっぱり真実を信じた道を極めたいっていう思いすごいですよね。そうですね。ねえ、やっぱり気がついちゃった以上は、なんでしょう、使命感なんですかね。まあ、日本も多分その、ちょうど江戸時代から明治に変わる時とかは、結構その、天皇を用いた人は結構幕府から排除されたりとか、まあ、それがあって今があったりとか。なんかすごいなと思いますね。すごいですね。いや、なんか僕もですね、もう事業立ち上げて起業してちょうど今年で丸7年になるんですけど、そのちょうど起業する半年か1年前ぐらいかに、まあ、ある成功してる起業家の人に言われたのが、起業するって大変ですよねっていう、まだ起業するって決まってない時に、いろいろその方とちょっといろいろお話しする機会があって、起業するって大変ですよねって、なかなかそれを維持していくのも大変だしっていう話をしたら、何言ってんだよって、坂本龍馬が江戸幕府をぶっ壊した時よりは全然マシだからって言われて、それで起業することにしたっていう、ちょっといつあれが お話があるんで。ですね。のに比べたらお前の起業なんか全然大したことねえよって言われて。すごい。壮大なところ。そういう見方なんだと思って。なるほどですね。なんかだからすごい、なんかやっぱり見てる部分とかステージってやっぱその人変わっていくし、変えていくのって大変なんだけど、結局変えていかないと次のステージにはいかないしっていう部分がありますね。ありますよね。まあね、それで仲間さんもね、ステージが変わって、見える景色も変わっていったんでしょうね。そうですね。でも、あと、サッカーのカズ選手、キングカズさんが言ってたんですけど、なんかインタビューを受けてて、16歳の時に、そのブラジルにか、あのカズさん渡って単身。すごいじゃないですか、普通に。16、まだ中卒から高校入ったばっかりの時に、もうわけわかんない。まあ、あの時代って特に今みたいに情報がない中で、いきなりブラジルに行って、一人で言葉も喋れないのに生活するとか、普通に考えたらありえないことをやったわけじゃないですか。で、そこで日本のサッカー界切り開いて、まあ、すごいことをやったカズ選手が、なんかあるインタビューで、カズさんすごいですよねって、そういうことやってって言った時に、いやいや、宇宙行くより楽でしょうって言ったの。すごいなと思ったんですよ、そのコメントが。比べるんだみたいな。宇宙レベルじゃないし、別に地球上だったら誰でも行けるでしょみたいな。おおと思って、ちょっと勇気をもらいましすたね。ごい発想がねえ、そうですね。やっぱり、でもちゃんすと、そのステージをちゃんとその想像しながら怖いけど、やっぱりチャレンジしていって、ステージもちゃんと上がられているんだなっていうのも感じましたし。なるほどですね。何か、敦子さんはそういう、
ありますか、そういうこうステージが変わるみたいな。みたいな。なんか、でも本当に一番最初って学生から勤めた時って自分でお金が稼げるっていうこと自体にちょっと嬉しかったんですよね。もうそれで嬉しい、自分の労働で、お金もらえるって思って、これで物が買えるんだみたいな、すごい新鮮な思いをしてたんですけど、でもやっぱその後、いや、自分はそれをそもそも何したいんだみたいになってきて、ね、そこでまあちょっと転職したりをするんですけれども、なんかその時にね、なんか自分の人生って自分でコントロールできるんだみたいなことが、ようやく分かり始めるっていうか、30近くになってから分かり始める、その自分で自分の道は選べるんだし、はいはい、こうしたいんだって思ったらやっていいんだとか、はい、なんかそれこそ最近争わない弁護士とかって言うの変じゃないかとか思ってたんですよね、はい、でもなんかこう言い続けてでも本当にそう思ってるのにって思って言い続けてると結構賛同してくれる方とかもいるんだっていうのが分かってきて、はいはい、なんかこう自分がね思ってる思いとかってちゃんと大事にしてあげなきゃいけないんだなって、なんかこれが世間の常識と合ってるのかなって思っちゃうんですけどね、どうしても表現していくときに。でもそういうふうに思ってるのも勝手な自分の枠なのかなとか、うん、っていうのがなんかね分かり始めた気が最近しますよ。でもこの知の話に戻りますけど、この知動説をもうこの拷問になりながらも考え続けた人っていうのは、うんうんうん、多分そういうふうになんか未来の人に残したかったんでしょうね、そういう、うんうんうん、思いだけでやったんでしょうね、うんね、そうでしょうね、やっぱりそこはどうしても、だから多分あの漫画がね怖いシーンあるとか言っちゃいましたけれども、皆さんを魅了するんでしょうね。そうですね、うん、ね、多分仲間さんが、話してくれたお話、社長さんのお話とかね、カズさんのお話とかと、なんかそういう壮大さと被ってくるんでしょうね、うん、そうですね、なんかそこの話をして、うん、すごい知が見たくなりました。あ、はい、ぜひぜひそうです、ね、読んだら感想を聞かせてください。はい。はい、という感じで、はい、はい、ということで。はい、お便りありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、では、もうそろそろ最後にエンディングに近づいているので、はい、毎週恒例の、あつこの手相ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、はい、つこの手相コーナー行かせていただきます。今日は感情線注目してみましょう。で、はい、ですね、小指の方から、出てる長い線、手のひら横切る線、分かりますかね。頭脳線より1個上にあるような線ですね。あ、感情線が人差し指の方、だいたい皆さん向かっていくかと思うんですけれども、はい、これ長ければ長いほど感情豊かっていう感じなんですね。お、人差し指の下の方まで届いてるとかだと、はい、すごくこう感情豊かな人ですね。お、でこれが二股に分かれてたり三つに分かれてたりする方もいるんですけど、はい、そういう方すごい繊細で気遣いができるとか、モテる方ですよ。2つには分かれてないけど、一応うっすらと人差し指に伸びてる、はい、感情豊かな方ですね。ギリギリちょっと薄めにですけど伸びてる。大丈夫です、はい、ですね、私もね割と長い、でも本当変わっていくんですよね、長くなってきた気がします、私は。そうですね、うん、僕たちみたいにこうなんかあれですよね、毎日手を使って結構こうやってるので、すごい手相多分変わるんだろうなと思うんですけどね。あ、でもなんか手相って脳相って言われて、その手を見ると脳の考えてることが分かるっていうような話も聞いたことあるんで、はいはい、そうみたいですよね、はい、自分の思考とかが手に出るのかなっていう。あ、そうそう、なんか深層心理っていうか無意識のものが出てくるっていうので、あ、やっぱり自分の意識まで上がってないことも先に手相に出たりとかするみたいですね。というところでお時間になりました。スパッと行きましたね。はい、じゃあエンディングです。今日もありがとうございました。また来週日曜日の夜8時。
日曜日の憂鬱、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またお会いしましょう。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。